メカ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 メ道楽。おや、お嬢さん、チラシを見つけてきてくれたのかな。チラシ？おやおや、カメ道楽のチラシを6枚集めて豪華景品をゲットしようキャンペーン。お、ご存知ない？ない。ではご説明しましょう。カメ道楽ミッドガル支店では7番街スラムのどこかに貼られた6枚のチラシを集めてくださった皆様に豪華景品をプレゼントするキャンペーンを行っているのですが、まあコロナ事件がありまして、舞台のことを快く思われていない方々がですね、チラシを隠してしまいまして、まだ誰もクリアしておりません。いやー、まいったまいった。しかしこれは好機ですぞ、お嬢さん。7番街スラムに隠された6枚のチラシを探し出し、景品ゲット第1号になってみませんかな。こちらがチラシの見本です。イカスでしょ。ぜひ7番街スラムをくまなく探してみてください。やってやろうじゃん。そうだ、お嬢さん、コンドルコインはお持ちじゃないですか。実は私、コンドルコインを集めておりまして、もしお持ちでしたらアイテムと交換しますよ。どこかのバカが亀道楽のチラシを廃校場に隠そうとして襲われたんだ。お嬢さんも廃校場には近づくんじゃないぞ。連日の爆破でモンスターも気が立っているようだ。こんな時何でも屋がいてくれたら。連日の爆破でモンスターも気が立っているようだ。こんな時何でも屋がいてくれたら。どこにいるんだい、マイス。チラシはどこだ。あたしにかかればこんなもんよ。これからも続くの。はい。
はい、ストップ。この先は立ち入り禁止だよ。この先は危険なモンスターが出るから通れないよ。ごめんね。また運休かよ。ゴールマーケットに行かない？ああ、もう7番街は大変だったじゃん。ウィーン、エアバスター。今日こそ家賃を急ぎじゃないなら、また今度にしたらどうだい。よっ、お前にはスラムの食べ物。Thank you.
し安全になる。私お嬢さん、おっと、もしかしてマイフレンドと知り合いなのかい。あんた、シンナだよね。いかにも、私はローチェ。君は何かまずい匂いがするな。だが安心したまえ、今はプライベートだよ。友達を探しに来ていてね。どんなやつ？オーマイ、名前は聞きそびれてしまったね。私と同じ熱いハートの持ち主だよ。グレートな剣を背負ってバイクへの愛もグレートなんだ。ねえねえ、それよりさ、コンドルフォートの相手してくんない？コンドルフォート相手をしてあげたいところだが、私の熱いハートは君にはまだ早い。もっと修行してきたまえ。ニュースばっかり。遅い。いくらなんでも遅すぎる。あ、誰か待ってるの？あ、デート？違うし。って誰？悪いけど話しかけないで。今機嫌最悪。スタンプはパンのいい香りを目指してずん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 と進みます。ミルクやハムやケーキには目もくれません。スタンプは自慢の鼻を使って街で一番のパン屋さんを見つけ出します。そうして
ってもいい匂いがするパンを手に入れました。任務を達成したスタンプは超機嫌。鼻歌を歌いながら基地へ帰ります。その途中、スタンプは泣いているモーグリを見つけます。どうしたの？とスタンプは話しかけます。お腹がペコペコくぽとモーグリは言いました。それは大変、じゃあこれを食べて。スタンプはモーグリにパンをあげました。ありがとうくぽ。モーグリは笑顔になりました。そうして基地に帰ったスタンプはパンをあげてしまったことを隊長に正直に言いました。そうかスタンプ、君はとても立派なことをしたね。そう言って隊長は頭を優しく撫でてくれました。褒められたスタンプは尻尾を振って喜びました。めでたしめでたし。今日はこれでおしまい。楽しんでもらえたかな？協力者を選定中。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。小柄ながらしなやかな筋肉と俊敏な身のこなし、うん、まずまずの逸材です。君、何ブツブツ言ってんの？僕はチャドリー。よろしければ僕の研究に協力していただけませんか？私はユフィ、よろしくね。で、研究って？こちらの携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦ってみてほしいんです。ほーん、なんか面白そう。やるやる。やるやるですね。
お見事です。戦闘データを解析した結果、召喚マテリアの生成に成功しました。ユフィさんのスピードはまさに雷槌。これからは雷帝ラムーと共に存分に暴れ回ってください。そろそろサノン帰ったかな。何やってんだい。やだ。そのチラシがどうかしたかい。見ない顔だね。最近亀道楽のチラシにいたずらする輩がいるって聞いたけど、その仲間かい。何でも屋の追っかけじゃないだろうね。顔はあれだからわからなくもないけどさ。はあ、でもやめときな。ありゃとんでもなく面倒な男だよ。よほど根気強く待つか、それか強引に行かないと。本心は見せないだろうね。いるんだよそういうのが。こっちがあれこれ気を回してやってやっと。私違うんで。じゃあなんだ。迷子です。でももう大丈夫。最後のチラシゲット。おじさんのところに戻ろっかな。おお、お嬢さん、チラシを集めてきてくださった。1カメ、2カメ、3カメ、4カメ、5カメ、6カメ、素晴らしい。お嬢さんがキャンペーン達成第1号です。おめでとうございます。まあ私の手にかかればこれぐらい余裕だです。ああ、そうだ、これ差し入れ。これはダチョウ豆ということはお嬢さんも。なるほど、お忍びというわけですね。本当ならうちの店で酒でも汲み交わしたいところですが、お忙しいようですな。それに酒を飲むには人年齢が足りませんな。もう少し経験を積まれた暁にはぜひ亀道楽ミッドガル支店にお越しください。とびきりの料理と酒を用意してお待ちしてますよ。おやおや、お嬢さん、またお会いしましたね。コンドルコインが手に入ったらまたお越しください。
ああ、なるほど。センスわかんない人だ。ミッドガル女め。え？ねえねえ、コンドルフォートやんない？私、修行中なんだよね。おっと、いいね。でも私、対戦料もらうよ。一回3ギルでーす。ちゃんとズルしたはずなのに。
センスがいいからね、私。ほら、付き合ってあげたんだからさ、ナナギルちょうだい、ナナギル。嫌なこった。手がこう来た時はこう、なかなか難しいもんだな。おじさん、何ブツブツ言ってるの？うるさくしてすまない。娘にゲームの遊び方を教えてほしいってせがまれてね、絶賛勉強中なんですよ。もしかしてコンドルフォート？私でよかったら相手になるよ。そうかい。じゃあお言葉に甘えて。なるほど、ようやくコツがつかめてきたぞ。ん？
負けたのに？うまく負ける練習ですよ。娘の機嫌を損ねないようにギリギリで負けるのがコツなんだな。ずるい。その通り、家庭円満の秘訣です。きっと列車が止まってるから見てる。あの子が来てるんですか。びっくりした。急になんだよ。てか誰？あんたこそこそこそ隠れてさ、怪しいよ。さては神羅のスパイ。はあ、なわけあるか。おら、ちょっとそのやぼようで。つうかコンドルフォートで一攫千金、大金持ちになろうと思ってよ。あんたもチャンプ狙い？でも残念、賞金をゲットするのは私なんだよね。何よ。こっちだって人生かかってんだ。引き下がるわけにはいかねえぜ。
うわっ、負けた。ああ、俺の賞金がピヨピヨと飛んでいく。シンシンシン、堕落してるやつ一人倒した。え、なんか言いました？ミッドガルには負けないんだ、私。同じニュースばっかり。ねえねえ、暇してんなら私とコンドルフォートやんない？ああ、今流行ってるんだっけ？はあ、イライラしててもしゃあないか。いいよ、相手してあげる。
負けちゃった。気は済んだ。じゃあほら、行った行った。ますます機嫌悪くなってね。ごめんね。くぬー。昨日なんかバタバタしてたしな。2つもやられたんだ。シンナも黙んでないよ。戦争ってなんだ。いいね、しつこいレディーは大好きさ。
フレンド？私？感じさせてもらったよ。君の熱いパッション。こうして本気でぶつかり合ったのだから、私たちはもう親友だ。次は二人でツーリングに行こう。約束だぞ、マイフレンド。
ちゃった。君強いっすね。当然、ほら猫ちゃんに慰めてもらったら。くー、猫ちゃんあとはよろしく。手裏剣かっこいいね。もうみんな倒したよね。コンドルジャンプはガセネタ？どこだ？豪華マテリア！おやおや、お嬢さん、またお会いしましたね。お越しください。カメドロラク、コンドルジャンプ大クイーンか。対戦が楽しみ。あの子がコンドルコートで無双してるって。マジ？高列車が止まった。挑戦者を選定。ユフィーさん、コンドルフォートでの対戦履歴を確認しました。ここぞという場面での果敢な決断、不利な状況でも諦めない不屈の精神、ユフィーさんはまさに理想のプレイヤーです。データ収集のため、ぜひ僕とコンドルフォートで対戦してもらえませんか？別にいいけど。やるやるですね。
お見事です、ユフィさん。ついに僕の仮説が証明されました。仮説？証明？はい、ウータイの堕落作戦に対抗するための仮説を検証していました。賞金をかけることで意図的かつ急速的にこの町にコンドルフォートを浸透させ。あー、もういいから。失礼しました。結論としては賞金とマテリアはユフィさんのものということです。マテリアってことはチャドリーがコンドルジャンプ？シッシッシッ、見たか、ミッドガル死んだ。ユフィちゃんの完全勝利。ユフィさんならどこでもどんな時でもたくましく生き抜くことができますよ。また新しい仮説を思いついた時にはご協力をお願いしますね。やるやるで。やるやる。コンドルコインはお持ちですかな？お嬢さんならいつでも大歓迎ですよ。